はい、皆さんこんにちは、ももすけです。今日はですね、ハイブリッドカーのノイズを検証してみたいと思います。ここにですね、令和元年式カローラアクシオハイブリッドがあります。 1.5 リッタープラスモーター、他のトヨタ車でいうとアクアとかね、あとはもう前の車になりますけど2代目 20K のプリウスと同じような仕組みを使っているわけなんですけども、この車でノイズがどうなのか、もちろんですね、自動車メーカー努力をして AM ラジオとか FM ラジオとか通常車で受信するところについてはだいぶねノイズを抑えていると思うんですけども、今日はですね、この THD74 持ってきてますんで、 HF のローバンド、 HF のハイバンド、50メガ、144メガ、430メガ実際にですね、スケルチ開放しながらエンジンかけたり走ったりしてみて、様子を見てみたいと思います。 20K のプリウスの時は正直ノイズすごかったんですよ。あれがたくさん走ってた当時は僕28MHz 結構ね頑張ってやってたんですけど、もうね20K のプリウス来るとすぐ分かる、すごいノイズだったんでね、そこからもうね10年とか経ってますんで、今のトヨタのハイブリッドどうなのか、やっぱりねその辺もねメーカーさん研究はして、いろいろと対策しているはずなので実際に試してみたいと思います。はい、じゃあまず 7MHz SSB から試してみたいと思います。はい、あ、ちょっと更新が入ってる、このぐらいがいいかな。はい、システムオンになりましたが、うん、これといったノイズ感じないですね。じゃあ走ってみますね。今モーターで動き始めて、あ、なんかちょっとザーって言ってるかな。ちょっとザーって言ってるね。で、今エンジンがかかりました。エンジンも動いて走ってる。あー、でもまあそんなでもないか。ハイブリッドのノイズが若干、あーでも、今走り終わって停車してエンジンが止まった。でシステムをオフにします。はい、27MHz 対 AM HF ハイバンドですね、これを試してみたいと思います。システム始動します。あー入るね、ブーンって。ただ S メーターが振るほどじゃないんで大したことなさそう。あ、そんなことない。いやでもブーンって言ってるけど S メーターが振るほどじゃないですね。エアコン切ってみても変わらないので、エアコンじゃない。なんかこれなんだろう、エンジンはかかってなくてシステムがオンになってるだけだから、なんかシステムから出てるノイズなんでしょうね。ちょっと走ってみます。今モーターで走り始めて、あ、エンジンがかかると結構すごい。すごいって言ってもまあね、メーター振り切りとかではないですね。なるほど。なんかハイブリッドノイズっていうよりもエンジンノイズなのかな。あ、そうだね、これ今エンジン止まったんですよ。システムはオンになってるけどエンジンオフ、この状態だとノイズレベル下がるんで、だからほんとハイブリッドカーとして出てるノイズはなんか微々たるもののような気がしますね。はい、次は 50MHz 行ってみましょう。今度はモードは FM です。エンジンシステムスタートします。
あ、何も感じない。走ってみますね。全然だね。多少なんかある。多少なんかあるかなって感じだけど、全然気にならないレベルだな。はい、もう一回エンジンを止めます。うん、わからない。わからないって感じです。はい、お次は 144MHz FM 行ってみたいと思います。エンジンシステム始動します。なんともないね。なんともないっす。走ります。今モーターで走行中で、エンジンかかりました。なんともないね。なんともないですね。うん、この感じだと 430MHz でもまあ一緒なんじゃないですかね。もうすでにエンジンかかってるというかシステムがオンになってます。でこれで走り始めて、今バッテリーで走り始めてエンジンかかりました。なんてことないですね。オールドマンビーアンビシャス、おっさんよ大志を抱け。はい、ということで今日はトヨタのハイブリッドカーのノイズを検証してみました。ちなみに検証に使ったのはこのケンウッドの THD74、ディスタに出れるねハンディ機でありながら HF 帯が全モードで聞けるということで、僕これかなり重宝してる。感度とかもいいんですよ。普通に7メガの更新とか聞けますからね。で、まあ、これを使ってやったわけなんですが、いやーやっぱね進化してるんですね。さっきも言ったけど10年前とかは20系のプリウスとかが隣に来るだけでザーってノイズ入ってたんだけど、今日はねそれとは雲泥の差というかガソリン車と変わらないなっていう気がします。もちろんノイズは入るんだけどガソリン車並みかな。で、今日は、まあ、リグの電源を車から取っていないので、アンテナから入ってくるノイズだけで、電源線から入ってくるノイズっていうのは検証できてないんですが、まあ、実際のとこ僕の経験上、電源線から入ってくるノイズっていうのが厄介なんですけど、まあ、この感じだと、その、ハイブリッドカーだから云々っていうのはね、起きないような気がしますね。もちろん電源繋いだ時にノイズは入るだろうけど、それはガソリン車と変わらないレベルじゃないかな。オーディオのね電源用のノイズフィルターだとか使って、対策してあげれば、まあ、ガソリン車と同じような感じでいけるんじゃないかなっていう印象です。いやーすごい。まあもちろん自動車メーカーもね、最近の車は AM/FM ラジオの受信はもちろん ETC とかね、あと GPS の受信とか、まあ電波をねいろいろと使っているので、当然ハイブリッドカーが出すノイズがそれらのね受信を抑圧したらまずいですから、きちっとね対策を進めてるんだと思うんですよ。その結果僕らの趣味で無線をする人間にとってもいい感じになってきてるんじゃない。はい、まあただいろんな事情でなかなかね最近車で無線やりにくくなってきてるんだけど、まあネガティブなことばっかりじゃなくてちょっと良くなってきてることもあるんだなっていう風に感じました。ということで今日はトヨタハイブリッドの
ノイズをアマチュア無線と市民ラジオで検証してみました。以上、桃助でした。バイバイ。